目のドラゴンボールを見つけた悟空はブルマ、クリリンと別れ、次のボールを求めて旅立った。たどり着いた場所、聖地カリンで、悟空はレッドリボン軍にさらわれた戦士ボラの息子ウパを救出する。彼らが持っていたボールこそ悟空の祖父の形見、通信中であった。喜ぶ悟空のもとへ一本の柱が迫る。新たなる脅威を乗せた一本の柱が。ハルーハー。な、何者だお前は。世界一の殺し屋、タオパイパイ。殺し屋がこの聖地カリンに一体何の用だ。こんなところに用はない。用があるのはそこの小僧だ。オラに何の用だ。オラおっちゃんなんか知らねえぞ。レッドリボン軍に依頼されたといえばわかるだろう。ボール拾いの邪魔をする、お前を殺すのが仕事の内容だ。レッドリボン？またか、しつけえな。父上、あのお兄さんを助けてあげて。その少年は私の息子の命を救ってくれた。このまま黙って立ち去らぬのなら私が相手になるぞ。バカなやつだ。わざわざ死を選ぶとはな。さあ来い。少しは鍛えてあるつもりのようだな。では遠慮なくこちらから行くぞ。
服が汚れたではないか。聞いてね。ガキも始末したし、ドラゴンボールとやらも奪い取った。だが多少服が汚れてしまったな。どこかで服を新調しなければ。よくも父上たちを殺したな。お前は殺されなかっただけラッキーだ。もっと喜べ。ここまで登ってこれたの。チビのくせに大したスピードじゃ。仙人様どこにいるんだ。わしじゃ。え、おめえが仙人様。ま、正確に言えば仙病様だがな。
だろ。それ飲みに来たんだ。ああ、調整水じゃな。そこの台の上にあるのが調整水の入った壺じゃ。じゃが、なんでさらに強さを求める？今のままでも十分強かろう。なるほど。ドラゴンボールを集め、ウパの父親を生き返らせるためには、そのタオパイパイという殺し屋にまず勝たねばならんわけか。そんなわけだかさ、この不思議な水をもらうぞ。やろう。じゃが、お前に調整水を飲むことができるかな。え、そんなにまずいんか。別にまずくはない。わしが飲むのを邪魔するだけじゃよ。調整水が欲しかったら、わしから壺を取って飲んでみろ。全然なっとらんの。どれ、もう一度鍛えてやろうかの。探してこんと誰かに取られてしまうかもしれんぞ。
Thank you.
ろ。You
最初に登った時は1日近くかかった。ところが今度は往復で3時間ほど。どれほど鍛えられたかわかるか？
ではその効果を試してみるがいい。時間で飲んでいいんだろ。もちろんじゃ、飲むがよい。そりゃそうじゃろ。調整水はなんてことない、ただの水じゃ。力はすでに何倍にもなっておる。塔の上り下りや壺を奪うこと、すべてが修行だったのじゃよ。さあ、下界に降りて修行の成果を試してこい。小僧、すでに無天老師を超えたかもしれんの。
悟空を倒した後、汚れた服を新調するために近くの町に滞在していたタオパイパイであったが、本部との通信で4つあるはずのボールを3つしか手に入れていないことを知り、残りのボールを回収するために聖地カリンへ戻ってきたのだった。小僧、例のボールがまだ一つ残っていたはずだ。出せ。ユモカ。ご上なガキだ。では、望み通り殺してやろう。このタオパイパイのドドンパを食らってよく生きていられたな。懐に入れてたドラゴンボールのおかげで助かったんだ。なるほど、そういうことだったか。運のいいやつめ。しかしお前の運もこれまでだ。奇跡は二度と起こらんぞ。おとなしくドラゴンボールを渡せ。それとも今度こそ本当に死にたいか。ボールは渡せねえ。おめえなんかにももうやられねえ。身の程知らずのアンポンタンめ、たった3秒で息の根を止めてやろう。させてやるぞ。ゾガスミ、ゾガスミ、ノッ、見てろよ。ゾガスミ、ゾガスミ、崩壊させてやるぞ。ストー、ストー、ゾガスミ、ゾガスミ。隠したて直した服を台無しにしようって、もう許さんぞ。あっ、だーっ、あっ、せい、うん、
おめえは素手で倒す。私が悪かった。許してくれ。頼む。この通りだ。もう二度と悪いことはしない。お願いだ。許してくれ。ん？引っかかったな。さらばだ。死ねー。たっ、あっ、ぎーだー。What?
ちの方にボールが2つ揃ってら、面はバラバラだったんに、他にドラゴンボール集めてんな。そうか、さてはここがレッドリボンのやつらのうちだな。よし、ウーパーここで待ってろ。ついでにあいつらみんなやっつけてやる。行くぞ、キン